ついぬま一文字渡郎一人旅。ついつい生出し広島ラジオ、広島市西区大芝のバルコムユーストスタジオから生放送でお送りさせていただいておりますけども、寒くなってきましたね今日ね、寒くなってきまして、今日も一人旅なんですよ。そうなんですよ、一人旅です。ついぬま始まりましたよ、ミカさんね。皆さんよろしくお願いします。今週も一人旅ですか。そうですね、今週も一人旅なんですよ。今日いろいろあったんですけど、今日じゃないですね、もうこの日曜日からいろいろあったんですけど、土曜日からいろいろあったんですけど、土曜日から折りたたみ自転車が買いたいと言ってたらですね、週末ナチュラリストに本名さんが出てくれて、本名アナウンサーが、ロードバイク、本格的なロードバイクにしなさいって言われてですね、ロードバイク欲しいなと思いながら自転車屋さんをずっと巡ってるわけでありますけど、日曜日は小型犬にうちの犬が噛まれて手怪我して転倒したっていうのをツイートしたんですけど、その夕方にですね、実は一文字車ぶつけてですね駐車場にそれがなかったらロードバイク変えてたんですけどねこれでまたロードバイクが遠のいて、その日は焼け酒を飲んで記憶をなくしたという日曜日でございまして、で月曜日今日火曜日ということになっておりました。あんまりいい感じの1週間の流れじゃないんですけど、まあこれからいいことがあると信じてですね頑張ってる次第でございます。今日はねちょっと広島ラーメンを特集します。で、ヘルニアンズの輪も広げていきますんで、ユースト番組で紹介してくれる人も紹介します。それからついなま世界侵略のコーナーはインド決戦でございます。インド、今画面出てますか。インドで聞いてらっしゃる方、ハロー、anybody listening to our program is India?インドで聞いてる人がいたらですね、ぜひともツイートお願いします。なんとかインドで聞いていただけたらと思いますんで、広島にいるインドの方 OK ですか。 OK ですね、 OK です。広島にいるインドの方でも OK ですな、ですんで、ぜひよろしくお願いします。広島にいるインド料理店のパキスタン人はダメですね。それはダメですね、インドの方でございます。よろしくお願いします。ナマステって言うんでしたっけ。ナマステでございますんで、よろしくお願いします。というわけで今日はね、この後ね、広島ラーメンという言い方がいいですかね、広島ラーメンを特集するんですけど、他県の方は広島ラーメンってなかなかちょっと馴染みがないというか、わからないじゃないかと思うんですけど、まあ広島というと、ここのところつけ麺ブームというのがありましたけども、実はラーメンもとっても美味しいのがあるんで、今日はそのラーメンの話題をしようと思っております。この番組はみんなの書き込みが頼りでございます。ツイートルネッサンス番組です。広島市西区大芝バルコムユーストスタジオから1時間お付き合いください。広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからついなま一人旅でございます。今週も一人旅、今夜のまず特集はですね、広島ラーメンでございます。このテーマに決めたのはこの人に出会ってからでございまして、お招きしましょう。薄い中華の薄い雄二さんにお越しいただきました。どうぞお入りください。パチ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 、どうぞお座りください。よく来ていただきましてよろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。ナマステ。薄い中華の薄いさんということで社長さんでいらっしゃる。はい。薄い中華も何年の会社なんですか。53年ですね。創業半世紀。はい。半世紀。で社長になられて何年ぐらい。7年目。7年目、はい。ラーメンはお好き。大好きですね。はい。いつも薄い中華さんはだから麺を作ってらっしゃる。そうです。麺のメーカーです。麺のメーカー、はい、いろんなところのお店の注文を受けて、そうですね、ね、もう
ラーメンからうどんからそばからパスタからなんなりと、はい、なんなりと。で今日は広島ラーメンの特集なんですけど、薄井さんから見た広島ラーメンっていうのはどんなラーメンですか？一言で言うと、多分全国一でしょうね。あ、そうですか、うん、全国一。全国一です。来ましたね、全国一宣言。どんなところが？ですね、広島人そのものなんですけれども、うん、非常に奥ゆかしい、うん、でしゃばったところがなくて、うんうん、例えば、まあ、ラーメンっていうのは麺とスープと、うんうん、トッピング具材ですね、はいはい、この3つがそのうまくこうハーモニーを醸し出してこうラーメンを形成するんですけれども、うんうん、何一つこう出しゃばったところがない、うんうん、例えばスープにしてもその豚骨醤油って言われる、まあ、全国的にはいくつかその豚骨醤油っていうラーメンはあるんですけれども、はいはい、その豚骨でスープを取りながらも、例えば博多のラーメンのような獣臭さを出さない、おーで醤油なんだけれども東京の醤油のような尖った生醤油のあの臭さを出さない、出さない、こう全てがこう丸く丸くこう仕上がってる、本当にこう飲み終わって食べ終わってうまかったなと、うん、そう言えるラーメンですね。だからあれですよね、他県の人は分からないと思うんでもう一回ちょっと整理しておきますと、広島ラーメンの特徴っていうのは、豚骨醤油、豚骨醤油、スープは豚骨醤油、豚骨醤油なんで、だから豚骨と醤油が入ってる。そうです、豚骨醤油でね、はい、麺はどうなんですか？麺はですね、これまあちょっと中途半端で言えば中途半端なんですが、東京と博多のちょうど中間と、あ、まあ位置的にも、位置的にもそれは 麺の太さも硬さも中間、中間、はい、これ細くなるのは博多の方が遅くなりますね。細くなるのは博多が一番細いですね。細いですよね、はい、じゃあその中間にある麺 で、そうです、まあ、特徴としてはスープを最後まで飲める、はい、で、まあ、まろやかというか、まあ、バランスがいい、ええ、そうですね、一言で言うと丸いラーメンですね。あ、これだからあれですよ、私は三原なんでビンゴなんですけど、どっちかっていうと広島ラーメンというより先に尾道ラーメンというのが全国に飛び出していったじゃないですか、薄井さん、はいはい、ね、背脂ちゃっちゃけ、はい、でしたっけ、ね、背脂がある酒家園とか、私たちも青春の味ですけども、それがもう東京とか行って尾道ラーメンというのになって、うんうん、なんとなく広島ラーメンというと東京の人は尾道ラーメンをイメージしますけど、それともちょっと違うんですよね。全然違いますね、全然違うんですよね、もう発祥から違うんで、うん、ただその尾道のように例えば背脂が効いてる、うん、魚介が効いてる、うん、そういうこう、うん、特徴をめいたものはないんですけれども、その全てがこう丸く収まって、飲み終わってうまい、うん、食い終わってうまい、うん、あ、もういっぱい食いたいな、うん、明日も食いたいな、うん、これが広島ラーメンの特徴ですね、うん、こう昨今一口二口食ってラーメンの特徴で勝負するような、はい、インパクト系のラーメンが多い中、広島っていうのはやっぱり最後まで飲み干して幸せを感じると、うんうん、これが一人で食ってもうまいですし、ね、ですから薄井さんあれですよね、まあ、ぶっちゃけて言うとインパクトがない、あ、それゆえに、それゆえに悲しいかな、美味しいけども、はい、インパクトがないので表現がしづらい、うん、そう、そこで全国の皆さんにその特徴を何かこうキャッチフレーズっていうかコピーとかいただければ、はい、いいですね、嬉しいなと。背脂ちゃっちゃ系みたいなね、何かこう、広島県人じゃないとわからないと思いますけども、もしもよかったらですね、広島ラーメンのね、サードインパクトじゃありませんよ、ファーストインパクトをですね何かいただければと思いますね。さあ皆さん書き込んでください、よろしくお願いします。広島ラーメンの特徴大体わかりましたね、豚骨醤油で麺は東京と博多のまあちょうど中間ぐらいの太さで柔らかさ、丸いラーメンですよ。なんかないですか皆さん、広島県人でも広島ラーメンの定義がよくわからない。あ、そうか、タタオエク、そうだね、言われたらそうなんだけど、今ので大体わからなかったですか。丸いで良いのではないですか、考えろお前西村ちょっと考えろよ具体的にどこの店が広島ラーメンなんだろうってきました。薄井さんどうでしょう。あ、そうですね、まあ広島ラーメンの御三家って言われてるのは、陽気さん、燕さん、雀さんっていうのは御三家って呼ばれてますね。これやっぱり戦後、そうですね、屋台から生まれて、その戦後、まあ、弊社の
あのお得意さんなんですけども、はい、姉妹さんというお店がありまして、そこの沖さんという、まあ、当時の店主の方がいらっしゃるんですが、その方が広島ラーメンを作ったっていうふうにあの言われてます。その沖さんが作った広島ラーメンを継承したのが鈴芽さんであり陽気さんであるっていうふうに、まあ、あの家系図的には書けるんですけれども、まあ、豚骨醤油で豚骨醤油ですね、丸いラーメン、はい、皆さんあんまりいいのがないですね。いいとこ取りに一票、いいとこ取りな。お前考えろよ、西村だから、いつも人に一票入れずにさ。自分で考えろよ。まだなんかない、広島ラーメンのなんかこうキャッチフレーズみたいなのをですね、なんかこう、あるとね、確かに盛り上がることは盛り上がりますからね。なんかみんな思いついたら、なんだろうね。広島ラーメンっていうのは。俺、何気にね、あれなんですよ。自分のイメージは味噌汁っぽいんですよ。ほう。広島ラーメンって。まあ、毎日食べれるのもあるし、あの ご飯と一緒に食べたいみたいな、なんかそういうイメージですかね、うん、母の味ですかね、なんか広島ラーメンというとね、うん、ちょっとじゃあ、あの薄井中華さんの麺作りを見てみますか。朝ですか。そうですね、朝っていうか夜中っていうか、夜中っていうか、で朝出荷というか。そうです。これは今何入れてたんですか。これはですね、あの小麦粉をブレンドしたものの中にですね、中華の場合には、あの中華麺の場合には乾水と呼ばれる水で練るんですけれども、これはうどんだと塩水なんですが、中華だとこの乾水っていわゆるこうアルカリの水なんですね、はいはいはい、それを入れることによってコシだとか風味だとか、で中華麺独特のあの黄色い色ですね、はいはい、ああいうものがその乾水の働きによって出てきます。乾水って何なんですか。これが、まあ炭酸カリウムナトリウムっていう、まあ、その成分的にはそういうものなんですけれども、まあ、昔中国では漢湖っていうところで、そういうそのカリウムが取れた湖がありまして、その水で小麦粉を練るとうまかったっていうことで、あの中華麺っていうことになってきたんですけれども。取材 VTR って初めてじゃないですか。そうっすよ。ありがとうね、気づいてくれてね。今これは、これはですね、練った生地をシート状に伸ばして、もうこれで じっくり圧力をかけながら麺を締めていく。それであの麺になった時にあのコシが出てくる、そういうところなんですけれども、これ今伸びてるのはこれがもう麺になる、まさに これもうちょっと近づいてもらうとこう麺になってるところが分かると思うんですけれども、はい、寄ってください寄ってください、はい、そこです。ちょうどあの真ん中のあのロール式の切り刃なんですけれども、あれが麺線にカットしてるところですね。わあ、面白いですね。シルシルミシルみたいですね。なるほどね。何でしたっけ、南極、何乾水がないから乾水作って麺を作った、うん、なんだろう、わかんない。でこうやって麺ができていくってことですね。はい、これはあのだからラーメン店でいろいろこんなん作ってくれっていう注文にももちろん薄井さんとこは応じて作るわけですよね。そうです。あの例えばあの、まあ、太さが太い麺細い麺いろいろ好みありますし、食感も柔らかいものから本当にこう硬いものまで、コシのしっかりしたものまで、あとストレートだとかウェーブだとか、あと風味だとか味だとかいろんなこうバリエーションが出てくるんで、その要望、例えばこんなスープでラーメンを作りたいんだっていう話を聞きまして、じゃあこんな麺が合うよっていう提案をさせてもらってます。へー、奥深いね。これあんま見ることないですからね、こういうの見ていくとね。宇津井さんは大体どのくらいラーメン食べ歩くんですか。そうですね、日に3食3杯はラーメン食ってるんで。あのこの職業やり始めてもう2万食は食べました。体重は20キロ以上太りました。うわあ、南極料理人という映画があって、乾水がないので乾水を作ってラーメンを作ったっていう話があるんですか。南極行ってまでラーメン食べなくてもいいのにね。
すごいね。日にラー3杯のラーメンを食べるすごいガチャから来ましたね。3食でも飽きない広島ラーメンっていうのはどうだ。ああ、なるほどね。毎食食べれる広島ラーメン。ああ、いいキャッチフレーズですね。西村よく考えた。立花さん全然 OK。 2杯でも3杯でもやっぱみんな食べられるんですね、やっぱり広島ラーメンというのは。それがまあ大きな特徴でもあるわけですよね。飽きないですね、やっぱり食っても。なんでそんなブレイクしないんですかね。つけ麺来たじゃないですか。尾道ラーメンも来たじゃないですか。広島ラーメンだけですね、来てないのが。なんか、はあ、カープうどん来てるもんね。あの、まあちょっとつけ麺も奥田民生さんですけど、でもまああれは広島ですからね、辛いの生まれたのね。汁なし担々麺も広島じゃないですか。あ、そうです。まあ、まあ、なんとなく、まあ、ちっちゃなブームとしては、な、広島ラーメンもガツンと来てもいいはずですよね。ぜひお願いします。ぜひぜひ。これどうしたらみんなさ、もっと宣伝できてますね。もっと宣伝する必要があるね。うん、私はつけ麺よりラーメン派。そうだね、ラーメンいいね、ラーメンいいね。もっと宣伝ね、ここから発信しましょう。そうだね、だからさ、ここから広島ラーメンをどう発信したらいいかを考えなきゃいけないわけよね。それですよ。あとまああれですね、いろいろ仕掛け人一文字だったら、いや俺は無理無理俺は無理無理。なんかね、なんかが B1 グランプリに出場せよ。ああ、それもありますね。 B1 グランプリで話題になる広島ラーメン、なんかうまいこと表現しにくいのよ、広島ラーメンって。ですよね、薄井さん。そこが問題ですね。地味すぎるって。あの地味ちかさんから来てますが、そうなのよ、まさに地味だけどうまいのよ。あの横浜家系みたいに海苔が3枚バッと乗ってるとかそういうんじゃないんですよね。海苔は邪魔ですからね、ラーメンにとって。あ、そうなんですか。来た来た来た、喧嘩売りましたから私。来た、海苔は邪魔ですか。先週横浜地来たんですけど、やっぱり海苔は邪魔ですね、ラーメンにとって。あー、でも家系って言うと乗りますよね。家系乗ってます ね、 ね、うん、私もじゃあ喧嘩売っていいですか。何気にあのなんていうんですかね、店入って店主のメッセージがある店苦手なんですけどね。ないですか、時々こだわりが。あのこだわりはこう丼の中にあればいいんですけど、うん、T シャツとか書いてませんか。 あのなんかあれがちょっとね、行けば分かる。そうちょっとね。でもいいんですよ、好きですけど。今度またでも九州から広島に来るっていう噂のラーメン店がありますよね。あ、今いっぱい来てますよね、九州から。なんか多いですね、豚骨系は今広島多いですね。多いですよね、うん、ここでだから広島ラーメンの負けちゃいけない、負けちゃいけないですよ、豚骨醤油が。本当に豚骨醤油が負けちゃいけない。なになに、レンゲが邪魔。レンゲいいじゃん、レンゲいいじゃん。なになに、なになに、のり邪魔に賛成。あ、やっぱり涼二さんもそうですか。のりじゃ、2万食を食してことの説得力。薄井さんは何万食ですかね。私2万食です。2万食ですよね、これすごいですよね。やっぱりいろんなとこ行っても食べ歩きますか。そうですね、出張行ったら1泊2日で7食はラーメン食いますから。それを計算より多いですよ。今まで広島以外だったらどこが。私学生時代東京に住んでたんで、荻窪に住んでました。荻窪の醤油ラーメンもやっぱり好きですね、煮干しが効いてさっぱりとしてて。今なかなか東京でもああいうラーメン食えなくなってきましたけど、あの煮干しのラーメンうまかったですね。あの今東京とかだったら、あの広島のつけ麺とは違うつけ麺、あ、そう、温つけ麺、大正軒みたいな、はい、ああいうのがなんかこうブレイクとかってしてますけども。そうですね、つけ麺もあの昔からあったんですよ。あの関東のつけ麺っていうのは昔からあって、どっちかというと魚介系のつけ麺だったのが、もうコテコテの豚骨になって、ある時期それからも物足りないんで、今度は魚粉を入れて魚介系だっていう風な、変わってきてるわけですか。どん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 そのインパクトばかりを追ってきてるような傾向にありますね。ということはですね、あのもうこれぶっちゃけて言いますけど、広島ラーメンって私も東京とか九州から来た人と一緒に行くと一口目うまいって言わないんですよ。ああ、ね、そうですね、ね、うん、私たちは例えば豚骨のこってりとかなんか食べると一口目になんかうっというのがあるんですけど、広島ラーメンないんですよ、そこが。でも最後まで確かに食べたらうまい、
そこなんですよ。そこなんですよ。そこなんですよ。みんな分かってくれる？そこなんですよ。ファーストインパクトよ。そうなのよ。でも美味しいのよ。美味しいんです。また食べたいんです。また食べたい。幸せになるんですよ。幸せになるんですか？水さん幸せ。ラーメンっていうのは、広島のラーメンっていうのは一人で食ってもいいですし、カップルで食ってもいいですし、家族と食ってもいいですし、例えば幸せな時も失恋した時も幸せにしてくれるんですよ、ラーメンが。あ、それは何故に。いや、ラーメンっていうのはそういうものだと私はもうずっと思ってるんですけど、例えばワンコインで幸せになれる料理ってそうはないと思うんですよ。ないですね。だけど広島のラーメンっていうのはもうそれを全部満たしてる、まあ、素晴らしいと思うんですけどね、うん、いや素晴らしいと思います、うん、私もね、本当相対的にレベルも高いですしね、なんとかちょっと盛り上げようということで、今回臼井さんはフードフェスティバルに出展されます。ブラボー。で今日は、その作ってもらったシーンを見せましょうか。はい。親父の屋台を作ってくれたんですかね。そうです。あのベースは親父の屋台で、あのフードフェスティバルもそうなんですけれども、親父の屋台にこう一手間かけて、豚骨スープを取ります、うん、そのスープでその親父のスープを割るんで、もう二度おいしいっていうか、もう二重においしいっていう。じゃあ普段売ってる広島ラーメンの親父の屋台にさらに豚骨スープを足して、そうです、出すと、これは限定数、限定1日600、2日で1200食でございまして、はい、おいくらで販売ですか？20、30、一応今はあの400円を考えております。400円で、でこれあれなんですよね、50円は寄付に回るんですよね。そうです、あの東北の震災の義援金の方に、わー今スープできましたね。うわーうまそう。音ないですから皆さん、 VTR ね、音ないですよ皆さんね。はい、すいません。土日がフードフェスティバルというのがあるんですよ。広島は広島城とか中央公園で、そこにまあ県内の食とかいろんなものが集まるんですけども、薄い中華の薄いさんはそこに本丸のあたりですか？本丸広場です。本丸広場で、はい、このラーメンを、2日間で1200食出しますんで、皆さんぜひ400円でございますで買っていただきたいと思います。早く食べたいね。ぜひお願いします。早く食べたいですね。これだとスープも取ったのを持っていくんですか？当日朝から炊きます。炊いて朝から炊きます。うわ、麺は私が茹でます。うわ、私に会いたい方もぜひ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 。だからここに来たら広島ラーメンの真髄が食べられる。いや、もうザ広島ラーメン、広島ラーメン、ザ薄い雄姿が見れます。そうそうそう、早めに行かないと完売しますんで皆さん。いや、やっぱり広島ラーメン広めようよ、みんなでね。え、ちょっとなんとか考えようよ、なんか作戦を練らないとね。本当にね、美味しいのよ。うまいです、本当にうまいです。本当にうまいのよ。ちょっと押されてるのが尺だね今九州にね、うん、やっぱ九州何気にインパクトあるのよね。あ、うまそう、これはうまそうだわ。もやし、細もやしですから広島はね。そうですね、チャーシューと細もやし、メンマにこの青ネギですね。青ネギですね、いいですね。海苔は邪道です、ね、海苔とレンゲはいらない。もう完璧に喧嘩売ってますね。煮卵も邪道です。え、邪道ですか、煮卵。あら、まあ、もうこれがベストの形。これベストです。うちのスタッフが試食しましたんで、もやしたっぷりがいい。なるほどね、レンゲいらないんで、いらないんだよね。引き算のラーメン、あー、納豆前山口ね、なるほどね。細もやしにネギ、そうなのよ。ネギ多めに入れて、そうね、清水とね、そうね、レンゲはいらない、レモン線かな。煮卵は邪道。ガチャ。あ、うどんマンさんも入ってきてくれて、どうもありがとうございます。何何、あ、ごまとかかけるとうまいよね、うまいよね、胡椒もね。ということで、ね、今も言ったんですけども、親父の屋台という広島ラーメンがあって、そこに豚骨だ、を炊き出した豚骨を足して、はい、広島ラーメンということで400円で販売ということでございますので、29、30の2日間はですね、ぜひ、食べに来ていただきたいと思います。しかし、なんで臼井さんそんなにラーメンにはまりましたか？いや
やちっちゃい頃からラーメンで育ちましたね。ああそうですか、広島ってなんかお好み焼きもあったりラーメンもあったり麺文化が割と多彩だと思うんですけども、いや本当にあの食は広島素晴らしいですよね。ねえ、究極の一杯っていうのはやっぱり作るとしたらやっぱ広島のラーメンってことになるんですかね。あの絶対そうですね。絶対そうですか。はい、もう全国食べ歩いても、全国食べ歩いて間違いないですね。間違いないですか。間違いないです。もう豚骨長浜ラーメンとか、いやいやいや、ちゃんとです、札幌ラーメンとかやっぱり広島のラーメン、広島ラーメンですね。広島のラーメンが、皆さんいかがでしょうか。広島のラーメン盛り上げていただきたいんでですね、ぜひ広島ラーメンをですねどん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 ですね食べてですね、あとここを紹介しましょう。薄井中華さんの商品いろいろありまして、これがさっき出た親父の屋台、これ映しましたね。他にもいろんな商品があるんですね。そうです、一応あの邪道も作ってますごめんなさい一応それは商売で、まあ、一応そういうね正直なところが薄井さんのいいところでございますまああの何、見た目は昔に食べた懐かしい醤油ラーメン、うん、醤油ラーメンとも違うんだよね。そうなんだよね、醤油ラーメンともちょっと違うんだよね。これは微妙に難しいところですね、表現として。甘いですかとは限らないな。ですね、甘いもこう舌で感じる甘さではなくて、うん、鼻に抜ける甘さなんですね。これは豚骨のあの旨味と一緒に甘みが出てくるんで、こうスープをすすりながら鼻に抜けてくるこの甘みがあの豚骨醤油の特徴ですね。で醤油ラーメンと決定的に違うのは、広島の醤油はチャーシューを煮た醤油でスープを割るんですね。ですから醤油の角が立ってなくて、うん、その旨味が凝縮されてると。ああ そのチャーシューを炊いたこうエキスまでその醤油の中に入るんで、うん、その旨味も入ってくるっていう。ということは薄井さんあれですか、広島ラーメンは作り方がちゃんとあるわけですか。そうです、そうです、あの もちろん定義があります。定義が、はい、醤油はそういうふうにチャーシューで煮た醤油を使うとか、そうですね。で例えば豚骨と鶏ガラも入れて炊くんですけれども、例えば博多ラーメンだったらその豚骨をもう生の状態でグツグツ煮出すんですが、はいはい、それでまあ獣臭だとかそういうものが出てくるんですけど、広島のラーメンはこう水から炊いてですね、一度捨てるんですね、その湯を。で臭みを全部捨てて、その骨から旨味だけを出してやるために一度捨てた湯をこうどうですかね、残さないで新しい湯でまた炊き直すっていう、こう非常に手間がかかるんですよ、作り手とすればですね。そんだけ手間暇かけてやっとこの一杯が完成すると。そういう意味でもその全国的に全然恥ずかしくない本当にレベルの高いラーメンだと思います。ぜひ、これちょっと面白いね。でも薄井さんに習ったら ラーメン店が出せますか。あ、やりましょうみんなでまたすぐそうやって影響されるからな。でもちょっと最近はあれですよね、昔だったらそうやって師匠がいて教えてもらうっていう時代がありましたけど、うん、今だったらインターネット見たらスープの作り方がいっぱい載ってあったりとか、まあ麺は自分らで作ることができないんで薄井さんとも頼んでみたいなことになって、うんうん、やろうと思えば起業できる職種になってきましたよね、ラーメンとか。あ、そうですね、その弊社の方に相談に来ていただければあのスープから麺から全て揃うようにはなってるんで、いつでもラーメン屋が開業できます。うまいラーメン屋が。マジっすか。いやいやいや、そりゃそこんでやっぱラーメン激戦ですよね、広島も。そうですね、うん、ねえ、どういうとこがこう激戦を勝ち抜いていきますか。やっぱりそういう手間をかけて美味しいものを作ろうという姿勢ですか。そうですね、まあ一言で言うとやっぱりラーメンに対する愛情でしょうね。あ、うん、愛情さえあればそのどんどんうまくなっていくと思うですし、そこさえあればわらやるチェーン展開でやりましょうよって、お前本当やる天下一品のスープの作り方もネットで見たっていうの書いてありますね、これは。うん、何吉からね、うん、見た見た、俺も一応見た。そうそう、あ、京都住んでたんでやっぱ天下一品だったんですよ。あ、そうですね、うん、怖かったですけどね、スープはね。天下一品と王将ですね。あ、王将じゃなくて何でしたっけ、横綱ですね。横綱ですね、はい、横綱ですね、ご存知ですね今度明日から私東京行くんですけど、ここのラーメン食っとけってのないですか。東京もありすぎるわな今な。いや、有名なところ一通り食って帰ってください。有名なところは
一通り無理ですよ私は1日3食は無理ですよいや東京で一通り食ってもらうと広島ラーメンのうまさが再認識できます。あ、逆にね、帰ってきた時にね、帰ってきた時に、ラーメン店やりたいという方はですね、ぜひとも薄い中華の方にご相談いただけたらと思いますでもちょっと本当広島ラーメン折に触れこれから発信していきましょう。あ、ぜひお願いします。ぜひお願いします、皆さん本当お願いします。今日は薄い中華の薄いさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一曲いきますか。はい、泰造と囲いでワクワクデイでいいですか。はい、ワクワクデイ聞いてください。ワクワクデイ、ワクワクデイ、珍しい音に分かちがある。ワクワクデイ、ワクワクデイ、騒ぎたくなってくる。さあ始めようよ、大きな声で元気出して、そう君の中のいろんな気持ち全部自由にして、メロディーがリズムが心を鳴らせば、楽しいことだって嫌なことだって何でもかんでも笑えて最高。ワクワクデイ、ワクワクデイ、角には福が来る。ワクワクデイ、ワクワクデイ、はしゃぎたくなってくる。ああ、思ったよりも今日はとてもいい日みたい。嬉しいことだって失敗したことだって何でもかんでも歌えて最高。ワクワクデイ、ワクワクデイ、珍しい音には価値がある。ワクワクデイ、ワクワクデイ、騒ぎたくなってくる。あ、出ない。ワクワクデイ、笑う角には福が来る。ワクワクデイ、ワクワクデイ、はしゃぎたくなってくる。ワクワクデイ、笑う角には福が来る。ワクワクデイ、ワクワクデイ、騒ぎたくなってくる。ワクワクデイ、角には福が来る。ワクワクデイ、ワクワクデイ、はしゃぎたくなってくる。ありがとうございます。泰造と囲いでワクワクデイなんですが、囲いさんも書き込んでくれてますけど、洗濯板、あれアメリカの洗濯板なの？メイドインアメリカの洗濯板なんですけど、それを初めてやったんですけど、囲いさんすごいね、やっぱうまいね。
うまいね、千徳板ね。わら、今日眠い、気分的に参ってるの？どう？大丈夫？うん、ラーメンないか探してみた。アベックラーメンがあった。どうするか、シャンチュー、ローガンと。一人でアベックラーメンもきついよね。ラーメン食いたいね。でもね、今日絶対俺ラーメン食うわ。もう間違いなく食うわ。ということで、広島ラーメンなんとか盛り上げるキーワードをですね、今日見つけることはできませんでしたけども、これからちょっとね、広島ラーメン意識してですね、みんなも豚骨醤油のラーメンを愛していただきたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、ちょっと広島からね、ムーブメントっていうのは本当そうだよね。つけ麺が出て、汁なし担々麺が出て、お好み焼きはもちろんあるけど、お好み焼きも今もっと細分化してきたもんね、府中焼きとか。ねえ、で結局あれですよね、尾道ラーメンしかなんかこうね、広島のラーメンったら尾道ラーメンになったけども、広島にも広島太りますよ、一文さん。もう太ってるのよ、もうほんとね。どうしよう、ちか、広島ラーメンというのがあるんで、こっちの方もちょっと注目してですね、ジャンルとしてもう昔からあるもんなんで、みんなにももっともっと知ってもらいたいと思いますんで、よろしくお願いします。そしてですね、今、ツイ生ではヘルニアンズのキャンペーンを強化中でございまして、ヘルニアンズのテーマは無料で配信しておりまして、今からツイ生がソーシャルストリームに書き込むアドレスにアクセスすればダウンロードできますんで、皆さんまだの人はですね、ヘルニアンズのテーマをですね、ダウンロードしていただきたいと思います。よろしくお願いします。今400ダウンロード突破でございます。YouTube にアップするべく頑張ってます。まだアップしてません。すいません。これからアップするべく頑張っていこうと思っておりますんで。それから、ユーストで番組を配信している皆さんとかですね、飲食店とかですね、マルサ商店とかですね、店内 BGM を探している皆さんもですね、自由に使ってもらって結構でございますんでですね、どんどん使っていただきたいと思います。よろしくお願いします。何レッドスネークカモン？お、1週間で100ダウンロード増えてるってことは、みんなダウンロードしてくれてるってことなのかな、ヒロさん。ヒロさんとかも流してくれた？ヒロさんとこまだ腐れ縁テレビは流れたと思います。ありがとうございます、ご協力ありがとうございます。で、今夜はですね、今夜は乾杯花クラブをヘルニアンズを応援してくれておりまして、花クラブは呉のライブバーでございまして、久山亮次さんにスカイプつなぎたいと思います。久しぶりでございます。久山さんに今からスカイプつなぎます。呉市中通りにあります。もしもーし、ちょっと待ってくださいね。花クラブに今電話しております。涼次さんのところに電話しております。ヘルニアンズ、ヘルニアンズラーメンに胡椒より七味がいい。ああ、そうだね、来来亭はそれだね今ね。はいはい、小高り順、はい、あ、一文字です。どうもどうも、こんばんは、十文字矢次郎です。ありがとうございます。今お店はどんな感じなんですか？今日はお休みで大変申し訳ございません。今湯沸かしてます。ラーメン食いたくなって。あらまあ。クレはラーメンだったら屋台とか行くんですか？そうですね、まあまあ屋台の傘さんとか、ね、まあ、言うと全部言わなくとね、言わないと不公平になるんで、大体その辺でちょこちょこ行ってますね。ちょこちょこ。今夜は乾杯花クラブ、今どんな感じですか？花クラブのライブは。ライブですね。次が、30日に、今日番組で紹介させてもらったんですけど、森かおるさんという。可愛い方ですよね。アンポンミュージックというジャンルですね。何なんですか、アンポンミュージックっていうのは。まあアンポンタンのアンポンだと思うんですけど。まあまあ、あ、でもそのバンド盛り上げて、うん、わーわーいう曲もあったり、うん、じっくりしっとり聴かせる曲もあったり、うん、なかなか素晴らしいライブになると、うん、すごく期待しておるんですけど。あ、そうですか。ねえ、伊勢山さん、今広島もライブハウスがちょっと増えたような気がするんですけど、広島呉含めて広島県のこの音楽業界というかライブハウス業界はどうなんですか？まあまあ、こういうこうみんなでワーワーするのがちょっと自粛、ね、まあまあしつこくなるかもわかんないですけど、その自粛ムード的な、うん、感じがあって、ちょっとこう沈んどるかなと思っとったんですけど、うん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 、まあいろいろこうなんていうんですか、まあ北に行けない分広島でやろうかとか。なるほど、ね、そういう人たちも増えてるみたいで、うん、森もちゃんが涼次さんが真面目に喋ってるって書き込みありましたけど、あ、僕いつも真面目ですけどね。今日は
新谷君ね、ついのまさんの方からお話いただいたんで、飲まずに番組やって、飲まずにね、ありがとうございます。番組この出番を待ってさっきからずっともう早くして早くして出番終わったら飲むんだよみたいな。なるほどね。今夜は飲んでないんですかね、涼次さんって。やっぱ来てますね。はい、飲んでません。飲んでませんということで、ライブはもう定期的にずっとやってらっしゃるんですよね。はい、定期的というか、まあ、オファーが来てやりましょうみたいな感じで。例えば、涼次さんとか花クラブでライブしたいと思ったアーティストはどうしたらいいですか、バンドとかは。まあ、ネットの方で花クラブ検索していただいて、そこに載ってるその電話番号ですとか、そちらに電話していただくと、やらせてもらっていいですか。実はこの間桑名正宏さんの事務所から電話ありまして、4月の14日に来年、はい、はい、芸能生活40周年なんで全国40カ所でやるので、やらせてもらえないかと。おお、すげえ。はい、桑名正宏さん、はい、セクシャルバイオレットナンバーワンですよ。おお、おお、すごいじゃないですか。すごい、ほんと嬉しくて、もうその電話でも舞い上がってしまって。初めて辻生さんに電話出演した時よりも緊張しましたね。当たり前ですよ。当たり前ですよ。楽しみですね。じゃあちょっともう、そうなんですよ。なんで、経営不振で締めることができなくなったので。すみませんけど、ランチとかもやってますんで。ランチやってますんで、皆さん行ってあげてください。よかったら盛り上げてください。盛り上げてください。皆さん、何ですかそれ。何ですか。ランチですか。あ、今日の録画流してる。あ、今日の録画ですね。なるほど、場所もう一回教えておいてください。はい、呉市、はい、中通り、レンガ通り、ね、レンガ通りですね。はい、はい、三丁目、はいはい、周りには、渡美さんであるとか、うん、クレアルさんね、瀬上薬局、うんうんうん、あと日野というパチンコ屋さん、日野のパチンコ屋さんね、はい、がある。もう一つの角が花クラブになります。花クラブになりますんで、はい、明日もランチやりますか。はい、明日ランチやります。明日の日替わりは、うん、ミックスフライ定食ということで、ミックスフライ定食でございますんで、はい、皆さんぜひランチ行っていただきたいと思います。ちなみに私、そここだわらんでいいじゃないかって言われるんですけど、冷凍物を一切使わないんです。素晴らしい、素晴らしい。私最近冷凍物しか食ったことないんですよ、このフライってやつは。ただ素晴らしい。自分で食うのは冷凍物食うんですけどね、お客さんに出すのは絶対に出さない。わかりました。またヘルニアンズもよろしくお願いします。はい、もちろんヘルニアンズ常に、かかってますので、ついなまらリスナーの皆さん、必ずクレレンガ通りでございます、花クラブへランチもやっておりますんで、食べに行っていただきたいと思います。ありがとうございました。遅くまでありがとうございました。さっき我慢させて申し訳ないです。ありがとうございます。お願いします。飲みます。飲んでください。はい、ありがとうございます。森もちゃんから涼次さんのお料理はうまいですよって、涼次さんが作ってるの、すごいね、涼次さんね。本当にね、こうやってついなまじゃないわ、ヘルニアンズをかけてくれるところに電話をつないでですね、いろいろキャンペーンを強化していこうと思いますんで、皆さんもぜひヘルニアンズをユーストで配信してあげるよとか、お店で流してあげるよという方があったら、ご連絡をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあ聞いてもらいましょう、ヘルニアンズのテーマ。Baby.
チェックワンツーワンツーブレイクダウン痛み取る取るリラックスほぐしてほぐしてほめたいあの子がくれたプレゼント中央無地のサロンパス放ってあげると裸になって照れてる僕の背中にあん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 ヘルニアビリ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 ヘルニアあん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 ヘルニアというわけでヘルニアンズのテーマ聞いていただきましたありがとうございました。アイムジャパンさん、そういえば広島オンマイマインドってコーナーもうないんですか。それがあの世界侵略今インド決戦ということになっておりましてですねなかなかね広島県外の広島県人の人ってそんな出会わないんですよね。ねえ、まあまあ今はインドの人を探してるということなんですけど、アイムさんって鎌倉の人だっけ。ちょっと聞いていい、新宿から浜松まで山手線乗って浜松からモノレールで空港まで行くと大体何歩見とけばいいのっていうのが聞きたいんですけどあとみんなあのソーシャル開放しますんでこんな PR がしたいっていう人はですね書き込んでいただければと思います。ほぼ同じ日に周南映画祭があるっていうことですか。周南映画祭がある、インドの方、個人的な人もごめんなさい、本当個人的な、うちの堤もゲストなんでよろしくお願いしますというのは、これ、周南映画祭のこと、ダマン映画祭のこと、どっちだろう。11月5、6、サイキックが芸術の街になる、おお、そうそうそう、アートフェスティバルみたいな五日市開催でございます、そうそう、そうです、そうですよ。あ、ちょっとみんななんかいいネタ持ってるじゃないですか。1時間半くらいもかかるの、そうなの、じゃ待って、1時半、やばいな。そんなにかかる？ 1 時半、3時の飛行機に乗ろうと思ったら40分前には行っとかないといけないよね。2時20分ぐらいに。1時間で行ける？行けない？1時間で行ってほしい。新宿から浜松までは30分程度です。ありがとうございます佐々木さん。新宿から浜松は30分で、浜松からモノレールで20分ぐらいでしょ。1時間じゃん。やばいかね、やばいかな。もう一回一文字さん、早く寝て一文字さん。どういうこと、待って、あ、明日早いんですけどね、もう早く寝られないんですよ。堤監督もダマーのゲストに名前が上がってました。あ、そうなんですか、ダマー映画祭の方にね。もう今ヤフーで、路線検索してます。すいません、自分でやらなきゃいけないのに。京急の急行の方がいいんじゃね。京急ね、どうやって乗るの、新宿から乗れるの京急。あ、なんかあったね、あったね。浜松市かと思った、遠くに行かさないで。搭乗手続き見積もりして、意外と山手線の西側から羽田って遠いんですよ。そうだね、品川から京急ね。あ、京急品川からね、品川からって、あーはーはーはー、いろいろ考えよう。じゃ ありがとうございます。京急の方がいいかも、その方が早いってこと。新宿から羽田までは1時間は厳しい。マジでやばいじゃんそれ、超やばいよ。ちょっといろいろあの迎えに行きます。ありがとうございます。新宿からだったら京急だろうがモノレールだろうがあまり変わらないかもって書かれてますね。やばいな、1時間じゃ行かないの。1時半に出たとして1時間で2時半には間に合わない。3時に乗るんですけど、
やばいな、もうまたこれ大失態の旅になりかもしれませんね、本当にね、飛行機の時間開演祭変えられないのに激安チケットだからもう俺バカでしょ本当にね、本当にバカなのよ、本当にダメだ俺、東京には魔物が住んでいます、お気をつけて、大吉。そうでしょうね、無理でしょうね、1時間だ、やっぱり1時間半見とかないといけないの。そしたらうわそれ超やばいわ、超やばいわそれ本当に、どこから、どうしようかな、まさかのリムジンバス渋滞回避しますから、そうなの、ああもう本当にダメだわ俺って、全然予定がうまく立たないっていう人間でした。これ激安チケットでも便変えれるのかね、でも注意書きに変えられませんって書いてあるとダメじゃないですかまあちょっと明日空港で聞いてみるわ、まあいろいろね、本当にね、申し込みを遅らせるかどうかね、もうダメならダメでもう仕方ないってことで、諦めて早めに帰ろうかななんてことを思っております。クレで一箱、古本市があります。10月30日でございますんで、一箱蔵元通りであるそうでございます、皆さんぜひ行っていただきたいと思います。空いてたら変えてくれるかも、ヒロさん、そうなの、飛行機を30分早く飛ばすように。明日の朝冷えますよ、北部内陸部では5度近く、あの畑さんから明日朝冷えるそうでございますんで、新宿駅西口から羽田行きのバスが出ています、約1時間、時間が合えばいいけどね、これねちょっと今言えないんだけどね、すごい経験してくるから私は、これちょっと来週発表できたらすごいいいと思いますんで、来週発表しますんでちょっと待ってきてください。レモンさんだいぶ冷えてきた、寒くなるみたいです、霜注意報が出てるみたいでございます。納豆も山口さん、ミュージックジャンボリーは10月30日は呉市大崎下島でございます、よろしくお願いします。広島空港は極寒、寒いかね、未来さん、どうかね、霜注意報出てるみたい、首都高混みますからね、混むね、まあまあなんとかちょっとするわ1時に出たら間に合うってことでしょ、1時間半で、そういうことでしょ、じゃあまあまあちょっと早めに早めに、東京の、東京に行ったらラーメン二郎、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。宇野チデックスさんかな、ちょっと怖いねアイコンがね、皆さん寒くなるみたいでございますんで、風邪ひかないようにちょっとしていただきたいと思いますんで、本当に私も風邪ひきそうなんで、風邪ひかないように今日は頑張ろうと思います。今日徹夜です、朝まで起きましょう、起きましょうってみんなに言うなってね申し訳ないですが今注意報は出てませんって、畑さん、あ、霜注意報のことですかね、あれ出てないみたいですね、そういうことでございますんで、じゃあ行ってみますか、最後のコーナー、最後のコーナー行ってみますか、最後のコーナーちょっと不安なんですけど、ついなま世界侵略インド決戦、右京さんもんじ先週から聞きました、11月3日広島国際平和マラソン抜いてます、あらまあそうなの、世界侵略インド決戦でございまして、岡山からインドへ飛びまして、インドで聞いてくれてる人 または、インド人の方と仲良くなろうという、今やっておりまして、全然これね、Hello anybody listening to our program in India Please write your message っていうのはちゃんとあの人に教えてもらったんですよね、通訳の、はい、ね、美香子さんでしたっけ、すいませんちゃんと教えてもらってこう書いたんですけど、なかなかやっぱりインドの方、美香子さんですね、はい、インドの方書き込みお願いします、インドの方、ナマステ、ナマステ、インド決戦、土曜日は節目の誕生日です、おめでとうございます、おめでとうございます、イライナノさん誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、インドの方、インドの方、インド、温度にしとけよ南吉うまいな、岩国がなぜか広島より寒い、ヨガファイヤー小高里純、インドの方、玉木毛さん、インドの方、ヨガヨガ RX78 タカさん、ヨガ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 ね、なんでライオンがヨガヨガヨガって言うから、インドの方、インドの方いないかね、ウエストウィンドありがとうね、寒い、インディアンじゃないですよ、インドの方、インドの人なら多いんだが、そう、どこで、ランボーさん、ナマステ、ダメかな、インドの方いませんか、久山さんありがとうございます、インドの方いませんか、インドの方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 、ガンジーさん、ローガンド無理だろうね、わらお前とどめ刺すなよもう一回頑張りますか、来週1週間インドの方ね、もう一回来週か1週間インドの方いないね、僕もインドア派違うってソーシャルできます、そうね、フェイスブック、ツイッターでちょっとインドの方探そう、マジでね、
ね、みんなの鼻を明かしたいもんね、こうやってね。ね。もう一回ん？ソウル？ソウルもいいけど、今インド。もう一回ちょっと来週頑張ってですね、インドの方探していこうと思いますんで、くじけんの、くじきませんよ、マコトダックス、私は。もうね、怖いもんないから、俺。本当に。もう、もう自暴自棄になったもん、日曜日の夜、車ぶつけた時には。本当。あ、言っとくけど、車ぶつけた事故じゃないんですよ。駐車場の些細な、接触なんですけど、絶対、絶対にあるはずがないところに縁石があって、ぶつかってしまったということでございましてですね、事故ったんじゃないんです、だから駐車場で縁石にぶつけて、ちょっとへこんだっていう心は大きくへこみました。まあやっぱり事故ってことになるのかな。そうかな。お怪我は全然ないです、大丈夫でした。知人にインド人がおりますので言うとき、あ、ほらー、お願いいたします、よろしくお願いします、本当によろしくお願いします。本当よろしくお願いします。保険聞かないのどうですかね。ブリへこむ、へこむよね。そこに縁石あり、縁石アナウンサーじゃないんだから古いよもうみんなギャグが。自分もへこみました、駐車場でぶつけて。そうだよね、飲み会で今帰宅。みどりさん、おかえりなさい、おかえりなさい。裸で寝ないでくださいね、ちゃんと服着て寝てくださいよ、寒いですよ。車両保険入ってるんですけど、これ聞くのかね。車両保険使うと後が損するとか言うよね。まあ、ちょっと聞いてみようかな。で、まあまあちょっと聞いて。で、何がへこむって、それがなかったら、ロードバイクが、ね、買えるかもわかんないじゃないですか。そういうね、ロードバイクが欲しくなった時に車をぶつける最低の一文字が大嫌いなんですよ。こんな自分なんか捨てちまえと思うようなですね、そういうのが大嫌いなんですよ。あと、山口の下関の気象台は非常に思いっきりがいいので、畑健さん今度ゲスト呼んで気象予報の裏側っていうのどうですか、特集ね。山口は思いっきりがいいとかね、広島思いっきりが悪いとか、そういうのあるのかね。まあまあ、いろいろやりたいことはいっぱいあるわけでございますけども、今日も皆さんお付き合いいただきまして本当に、あ、裏だらけ、あ、畑健さん今度ぜひぜひよろしくお願いします。保険使うと掛け金が上がるんだよね、そうだよね、そういうのちょっと気になるんでちょっと聞いてみます。まあまあいろいろ聞いて、このへこんだ気持ちは見事に立て直してですね、今週末はまた週末ナチュラリスト10時台はユーストリーム配信がありますので、皆さん RCC ラジオの週末ナチュラリストもユーストリームで他県の方よかったら10時台だけでありますけども、楽しんでいただきたいと思います。伊佐山さんはビール2本目、早いね、早いね。ビール2本目でございますんで、私たちも今日はラーメンとご飯とビールどんだけ炭水化物好きやって感じですが、今日もみんなありがとうございました。インドはまた来週も頑張ってみようと思いますんで、チャレンジしますんで、ちかさんどうもありがとう。小盛り膝痛くなってきた、大丈夫ですか。来週もついなま待ってるのにありがとう。未来なのさん、西村もどうもありがとう。こうちゃんも終わり、ごめん終わる。みどりさんも、あ、終わる、ごめんなさいね。酔ってませんか、大丈夫ですか。 LBW ヒロさんもありがとうございます。ヒロさんありがとう。右京さんもそれは太る、太るね。お疲れ様でした。青空ありがとうございました。夢横さんもありがとうございました。終わり、終わっちゃう、パキーラさん、ガチャありがとうね。さすらい来ました。じゃあさすらい来ながらお別れです。また来週聞いてください。誰のためだもなく、また忘れた。
げて、ここにいることを伝え続ける。誰のためでもなくけど誰かのために旅にだろう。 SAS Fly SAS Fly 強がりながらも進む。苛立ちも悲しみも飲み込む。その手もその歌声も何もかも消えた街に届く。